政府としては情報収集を続けながらヨルダン政府の動きを見守る状況が続いています。官邸からは以上です。今日未明、神奈川県高松市で高校生2人を含む16歳から21歳の男女5人が乗った乗用車が高速道路の橋脚に激突し乗用車が大破、5人全員が死亡しました。